エルブリッジ、トーマス・ゲリーは、アメリカ合衆国の政治家、民主共和党に所属した。彼は1813年3月4日からその島で、ジェームズ・マディソン大統領のもとで、第5代副大統領であった。在職中に死去した2番目の副大統領である。独立宣言及び、連合規約の署名者のうちの一人だった。彼は、その後マサチューセッツ州の知事に就任した。その名 ゲリマンダリングの元になったことで最も有名である。マサチューセッツ州、マーブルヘッドで12人兄弟の3番目として生まれた。彼は医師になるため、ハーバード大学に14歳で入学し、卒業後は父親を手伝い、通商税に対する反対活動で有名になった。彼は1772年5月に、マサチューセッツ州の立法議会に反イギリスの立場から、選任された。 彼は1776年2月から1780年まで大陸会議へのマサチューセッツ代表だった。1783年から1785年9月まで再び代表に選ばれた。1787年にはアメリカ憲法制定会議に加わり、新憲法に反対する代表の一人であった。彼は新政府下で連邦会院議員に選任され、 1789年から1793年まで同職を務めた。1797年から98年にかけて彼はフランス担当の代表団に加わり、x y g 事件に関わった。1810年にはマサチューセッツ州知事に選出された。彼は1811年に再選されたが1812年には落選した。 同選挙で彼は自派に有利になるように選挙区を不当に再区画し、それはゲリマンダーの用語の元ととなった。このようなことがあったにもかかわらず、彼は1812年の大統領選挙でジェームズ・マディソンの副大統領に選ばれた。彼はワシントン DC で在職中死去し、議会墓地に埋葬された。ありがとうございます。